5月6日月曜日の全国の天気をお伝えします。ゴールデンウィークの最終日は広く雨具が活躍しそうです。西日本ではすでに雨の降っているところがあり、九州や中四国西部を中心に局地的には激しい降り方となる恐れがあります。雷や突風、道路冠水に注意してください。近畿や東海方面では午後には本降りの雨の降り方となります。関東では夕方以降にわか雨の可能性があります。お出かけには問題ないですが、外出の際は念のため雨具があると安心です。北日本でも今日は雨具が活躍します。北海道では広く雨が降り、次第にしっかりとした降りとなりそうです。日中の気温は日差しが乏しいため暑さは落ち着き、20度を少し上回るといったところが多くなりそうです。最新の気象情報についてはお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。